はい、まこでございます。今回もよろしくお願いします。名探偵コナンシリーズ3つ目、名探偵コナンからくり寺院殺人事件をやっていきたいと思います。では始めていきましょう。喫茶店、電話なんだって？服部くん電車の事故で1時間ぐらい遅れるって。ったく、服部のやつ、こっちに来るついでに本格ミステリーファンの集いに参加しようなんて急に言い出して。ま、俺もどうしようか迷ってたからいいんだけどな。どうする？ここで待ってる？1時間くらいなら待ってようよ。なんか注文する？僕もういいよ。そう、じゃあ私アイスクリーム注文しようかな。女ってのは甘いものになるとこれ以上どこに入るんだ。キャッ、うわ、コナン君、ごめんなさい、またやっちゃった。ジュースも滴るいい男ってか。どうしよう、本当にすいません。あれ、ランじゃない？あ、ミキ。やっぱりミキ、ここでバイトしてるの？うん、2ヶ月前からなんだけど。ラン姉ちゃん知り合いなの？うわー、そういえばいたよな、こんなやつ。同級生のミキ、戸川さんよ。あれ、ランって弟いたっけ？この男の子は。うちで預かってる子なの、コナンくんって言って。ごめんね、コナンくん、バイトも終わるし、うちこの近くだから一緒に来ない？え、でも僕はこのままでもいいけど。なんか借りを作りたくないな、こいつには。小学生に借りとかないだろ。でもそのままじゃ。遠慮するなって、コナンくん。遠慮してるわけじゃねえよ。じゃあお邪魔させてもらおうよ。服部くんが来るまでまだ時間あるし、いいでしょコナンくん。いいけど。じゃあ決まり。ということでお店の方には苦情を言わないでね。私バイトをクビになりそうなところなの。それが狙いか。お、はい、これでよし。もう乾いてるでしょ。うん。今日お母さんは留守なの？あれ、言ってなかったっけ？私父も母もいないのよ。あー、ごめんね。え？母はずっと前から、父は2年前にね。悪いこと聞いちゃったね。泣くな。うん、全然気にしてないし。じゃあ一人なの？うん、姉と一緒よ。お姉さん？でもそれなんだけどね、蘭のお父さんってあの有名な眠りの小五郎でしょ。実は相談しようと思っていたことがあるんだ。ええ、そうだけど、どうしたの？なんかあったの？実は、お姉ちゃん、姉の里美はもともと行動的なタイプじゃなくて、旅行も時々友達と行くぐらいで、一人旅なんてしたこともなかったの。それが突然一人で旅行に行くって言い出して、行き先も言わずに出かけたきり、もう1週間も帰ってこなくて連絡もないの。もちろんお姉ちゃんももう大人だから、1週間ぐらい出かけたっておかしくはないのかもしれないけれど、今まで旅行に行った時には毎日のように電話をかけてきたりしてたのに、こんなに連絡もないなんておかしいのよ。お姉ちゃんどこ行っちゃったんだろう。どこへ行ったか心当たりはないの？そうね、何も言ってなかったし。里美お姉ちゃんの行き先に何か手がかりになるものはないの？お姉ちゃんの部屋は隣だけど。蘭姉ちゃん、調べてみようよ。お、動けるね。ちょっと話すか。お姉さんが出て行った先のことで思い当たることってない？おちびちゃんはそんなこと気にしなくていいのよ。蘭、私が探してみようか。あー、これね、今回キャラチェンジシステム的なものがあるらしくて、コナンだと背が低いから高いところが見えないとか、大人に子供扱いされて会話してもらえないっていう場面で、キャラチェンジすると手がかりや証言を得やすくなる分、キャラチェンジ回数とか、会話中での選択肢の選び方、調査時間などによりクリア後のランクや名探偵とか低くなってしまうらしいんですよ。ただランクや名探偵度によりエンディングが変わるっていうことは特にないらしいので、まあ私も名探偵どうとかは気にしてないので、まあガンガンキャラチェンジとか、していきたいなとは思います。ちょっと
と部屋を調べる前にこれ見るか、マップ。おお、綺麗だな。さすがゲームボーイカラー。おー、こうなってんのね。はいはいはい。でキーワードは特に考えることはなそうだ。まだないのか。プロフィール、戸川美希、蘭のクラスメート、何も告げずに家を出た姉を探して欲しいと蘭やコナンたちに頼んだ。お、戸川さとみ、美希の姉、妹との美希に何も告げずに失踪した。 OK、 コナン君でまずは探索していこうと思います。お、美希さんの本棚だ。女の子らしい本が並んでる。まあそりゃ女の子だからね。ラジカセに CD、 ヒットソングの CD がいっぱいだ。うん、ここはこっちへ行くと外へ出ちゃうな。出られないのか。まだこっちもそうだね。お、この中ファッション雑誌だ。電話帳は見当たらないな。手帳で持ち歩いてるのかな。うん、さとみさんの本棚だ。海外の小説やミステリー、ミキさんよりも大人っぽい感じだな。次は蘭姉ちゃんで探索してこう。コナン君、蘭姉ちゃん僕も探してみるよ。いや、チェンジはしません。会話変わってるよね。お姉さんが出て行った先のことで思い当たることってないの？そういえばうちの家には昔から伝わる変なマークがあるんだけど。マーク？うん、玄関に飾ってある日本刀、あれにそのマークがついてるけど、お姉ちゃん旅行に行く前それをじっと見てたの。あの時のお姉ちゃんなんか変な様子だったわ。マークね。よし、ミキの本棚ね。あ、この雑誌最新号出てるんだ。あ、やっぱり変わったね、コナン君と。ミキの CD コレクションってクラスでも有名なのよね。私も何回か借りたな。こっちへ行くと外へ出ちゃうね。うん、これが日本刀でしょ。それを調べる前にまずこっち、はい、ファッション雑誌。さとみさんの趣味って落ち着いた感じなのね。綺麗に整頓された部屋ね。大人の女性って感じかしら。さとみさんの本棚、さすが OL ね。大人っぽい雰囲気の本が並んでるわ。で、刀、日本刀があるわ。つかにマーク、家紋みたいね。コナン君でもちょっと聞きたいね、セリフ。これは飾り物の日本刀だ。なんだろう、つかに奇妙なマークがついている。何かの紋章かな。コナンくんはこういう風に言うんだ。これずっとうちに伝わるマークなの。古文書や古いタンスについているのを子供の頃からずっとあちこちで見てきたわ。何かの紋章、家紋みたいな感じね。もしかしてミキの家ってすごく古い由緒正しい家系だったりして。まさか。あ、そうそう、出かける前にお姉ちゃん旅行雑誌を買ってたわ。今までそんなもの買ってきたこともなかったのに。雑誌ね。コナンくん、雑誌を探してみましょう。オッケー、あった。月刊トラベル、古いお寺や街並みを特集した旅行雑誌だ。さとみさんって渋い趣味をしてたんだな。蘭のセリフも見たいね。月刊トラベル、古いお寺や街並みを特集した旅行雑誌ね。わあ、素敵な景色、私も旅行に行きたいな。あ、そんなこと言ってる場合じゃないわ。この雑誌がさとみさんが消えたことと関係がっていう風になるんだね。これよ、お姉ちゃんが買った雑誌。旅行に行く前お姉ちゃんこれを見て突然顔色を変えたんだ。手がかりは揃ったわね。こうなればこれらの手がかりについて考えるしてみれば何か展開があるはずよ。どうやって考えるすればいいか分かってるわよね。あ、三択か。よく分からないや。実はその知らなかったりして。いい、コナン君、手がかりらしきアイテムや情報を手に入れた場合まずスタートボタンを押すの。それで出てくるメニューの中からキーワードを選ぶのよ。その中から考えたいものを選んで A ボタンを押すのよ。分かった。うん、じゃあやってみよう。もう一回教えては、よくわからないやとセリフが変わんなかったんで、次はうん、わかるよやってます。やだな、蘭姉ちゃんそのくらい知ってるよ。じゃあ考えるしてみよう。 OK、 キーワード、謎のマーク、奇妙なマーク、紋章か、家紋みたいな感じだ。月刊トラベル、この雑誌の中の何かが里美さんを引きつけたんだ。それが分かれば里美さんの行き先もつかめるはずだ。あ、コナン君、破れているページがあるわ。うん、このページにどんな記事が載ってたんだろう。
この雑誌今月号だから本屋さんに行けばまだあるはずよ。よし、調べてみよう。直通かよ、本屋さん。看板ひでえな。この本屋さんなら同じ雑誌が見つかるよね。うん、お姉ちゃんもよくこの店で買ってるし。じゃあ蘭姉ちゃん探そう。さてと、どこを探したらいいのかしら。これね、正解は雑誌コーナーらしいんですけど、これを選んでしまうと漫画とガイドブックのセリフが聞けなくなってしまうので、先にこっちをやります。漫画。コナン君、こんな時に漫画を読んでる場合じゃないでしょ。ガイドブック、ガイドブックか。里見さんの行き先は分かったら調べてみようかな。で、雑誌。あら、江戸川君、旅行にでも行くの。灰原。あっちゃ、またこいつか。まあな、ちょっと調べ物ってとこかな。で、何を探してるの。月刊トラベルって雑誌。あった、これだ。なんだ、すぐ見つかったじゃない。破れてたページは、類光寺飛騨の山奥にある古いお寺か。このページを見て里見さんは顔色を変えて一人で旅に出た。でもこのページのどこに里見さんを驚かせたものが映っていたのだろう。で、これは正解は屋根を調べるなんですけど、やってしまうとこっちの2つのセリフが聞けなくなってしまうので、まず最初にこっちをやります。石畳。敷き詰められてた石畳、別に変なところはない。山門を調べる。立派な門構えだ。でもおかしなところはない。で、屋根を調べる。うん、これは屋根瓦に三木さんの家と同じマークがついている。三木の家ってこのお寺と何か関係あるの。聞いたことないけど、でも確かにこのマークはうちにあるのと同じね。お姉ちゃんはこれを見て行ってみようと思ったのかな。どうやらこのお寺にヒントがあるのは間違いない。よし、この寺を調べてみよう。漫画コーナー。今月の新刊はこんなことしてる場合じゃない。雑誌コーナー。他に参考になる旅行雑誌はなさそうだな。で、ガイドブック。江戸川くん、これ飛騨のガイドブックよ。サンキュー、あの寺を探してみよう。あったぞ、類光寺だ。寺の歴史は室町時代、北陸から渡ってきた小学大師によって開かれる。三木お姉ちゃんの家系って北陸の方から来たの。うん、お母さんは日本海の島の出身だけど。じゃあやっぱりこのお寺って三木お姉ちゃんの家と関係があるんじゃない。里見さんは家系の秘密がこのお寺にあると思って探しに行ったのかしら。ラン、私お姉ちゃんを探しに行く。そうね、それがいいわ。日だね。たまには旅行もいいかしら。灰原のキャラが違うような気がする。なんでこんなノリノリなの。いつもならそう、行ってらっしゃいってスルーするじゃん。げ、こいつも行く気か。決定ね。じゃあ日田山中類光寺に向かって出発ね。ところで蘭姉ちゃん、なんか忘れてる気がしない。コナン君も。私もさっきから何か忘れてるような気がするの。なんだろう。うん、そうだ、平次兄ちゃんとの待ち合わせ忘れてた。そうだったら大変。飛騨に向かう列車の中、面白そうな事件やら来てんじゃん。ついてこなくてもいいのに。待ちぼうけ食わせたことを忘れたわけやないで。まさか置いてくとは言わへんよな。工藤、あなたも和葉を4時間も待たせたことがあるでしょうが。何さっきからこそこそ話してるの。いや、平次兄ちゃんに来てもらうと心強いなって。そうね、やっぱり西の名探偵に来てもらうと心強いわね。名探偵はこの毛利小五郎一人で十分。保護者も来たね。お嬢さん、この毛利小五郎が来たからにはお姉さんの行方なんてちょちょいと見つけ出して差し上げますぞ。来なくていいって。ミキお姉ちゃん元気ないね。あ、コナン君、なんだかだんだんお姉ちゃんのことが心配になってきちゃって。大丈夫だよ、里見お姉さんきっと無事だよ。そうよミキ、あんまり気にしてるとあなたの方まで参っちゃうわよ。それにこんなにたくさん救援部隊が駆けつけるんだし、余計な奴が多すぎるって気もするけどな。ありがとう。到着。到着ってなんか違う気がする。これ、飛騨とかだろ、書くとしたら。空気が澄んでて気持ちいい山はいいわね。なあ、その寺ってのはまだなのか。きっともうすぐよ。なんだよ、ふって、灰原。俺は都会の似合う男なんだ。こんな山奥は俺には似合わん。どうせこんなことだと思ったぜ。しっかりしてよお父さん。類光寺は飛騨の山に囲まれた風光明媚なお寺なのよ。素敵じゃない、ワクワクするわ。おいおい、ハイキングに来たわけじゃねえんだぞ。おい、そろそろ日が落ちそうやで。寺はまだなんか。もうそろそろのはずだけど。あ、見えたわ。この石段をまた登るのか。あと一息じゃない、気合い入れて一気に登っちゃいましょう。いえ、だから山は嫌いだ。類光寺境内。
お、自動で動いてる。ずいぶん広いな。いや、歩いた範囲狭いだろ。ところでどうやってこの寺を調べるつもりなんや。そうね、調べさせてって言うわけにもいかないし、適当に言い繕って止めてもらってこっそり調べるってのは、そうね、それが一番確実でしょうね。あ、誰か来る。珍しいの、こんな山奥にお客かの。博士と健太をフュージョンさせたみたいだな。おむすび番ということで。あ、はい、コナン君、なんて言おうか。これ正解は実は道に迷ってなんですけど、またさっきと同じくこっちの2つのセリフを見ていきます。女の人を探してまして、実は女の人を無ぎゅアホ、ほんまの目的を明かしてどないすんねん。この和尚が里見さんを隠している張本人かもしれへんやないか。なんでもない、旅行雑誌の取材です。僕たち旅行雑誌の取材で来たんです。おお、旅行雑誌とな。旅行雑誌ならちょっと前にも来たかな。こんな山奥の寺に何度も取材が来るとは珍しいこともあるものだで。それに雑誌記者という割に小さい子供さんたちもおるようじゃが。やべ、ちょっとまずったかな。あ、私たち子供旅行ニュースの取材チームなんです。月刊トラベルの記事を見て子供たちの林間学校にいいんじゃないかと思って。なるほど、よかろう。何もない寺じゃが、こんな時間に追い返すわけにもいかんからの。うう、ランのおかげで助かったぜ。来なされ、泊まる部屋くらいあるでな。待って、まだ一番下の選択肢見てない。お寺の中に入る前に、まあ、旅行雑誌の取材でも中に入れたんだけど、三つ目の実は道に迷っててやりたいと思います。僕たち道に迷っちゃって、日も暮れてきたんでどうしようかって話してたの。迷子とはなんだってこんな辺鄙で山の中まで来たのかの。ハイキングに来たんだけど道を間違えたみたいで、ハイキングしてるような格好じゃないだろ。たまたまこのお寺の前に出たんです。あの、もしよろしければ今晩こちらに泊めていただくことはできませんでしょうか。なるほど、まあよかろう。何もない寺じゃが泊まる部屋くらいはあるでな。ついてきなされ。よし、これで中に入る。この建物は寺とは別にわしらの生活場になっておる。来なさい、部屋に案内してやろう。ここは？ほら、他人の家で勝手に部屋に入るやつがあるか。おっしゃる通り。アホ、なんで来た方に戻んね。確かに。こっちは？コナン君、和尚さんについていかないとダメでしょ。あー、やっぱりこっちにしか行けないか。いたいたいた。ここから先が客人用の部屋じゃ。お前さんたちはここに2つの部屋を使いなされ。夕食は今準備中じゃ。お前さんたちの分くらいあるじゃろ。支度ができたら呼びにやるから、それまでゆっくりしていなされ。こっちが俺たち男の部屋だな。平次コナン、こっちだぞ。何言ってるのお父さん。コナン君はまだ子供だし、私たちの部屋を。いいな。何コナンだって男だぞな。コナン、僕はどっちでもいいよ。女部屋に行く気満々だな。お父さん、いい加減にしてよ。まいったな、羨ましい。僕が私たちの部屋ね。さ、コナン君入りましょう。相原さんはコナン君に好意あるから嬉しいだろうな。襲われちゃったらどうしようみたいな。さて、部屋にも落ち着いたし、夕食までのんびりしましょうか。話しかけるか。コナン君来たばかりなんだから、あんまりうろちょろしちゃダメよ。はい。なんだか古臭い寺だけど、お姉ちゃんここにいるのかな。あ、出られないのか。コナン君勝手に出歩いちゃダメよ。はーい。なんか怪しいわよね。漫画だとこんな掛け軸の向こうに隠し扉なんかがあったりするのよ。そこを調べなさいっていう風にしか聞こえてこないんだけど。掛け軸か。あ、なんか変だぞ。こんなところにわずかな出っ張りが。おお。うわ。ちょっとコナン君大丈夫？うん。壁に穴が開いてるんじゃない？どうしたの？んな部屋に客人通すね。ただちょっと壁を触ったらいきなりドアが開くみたいに。隠し扉ね、これ。隠し扉？あ。勝手に入るね、おむすび番。その通り隠し扉じゃよ。なんでこんなものがあるの？もともとこの寺の建物は有名な武士屋敷でな、敵から身を守るために忍者屋敷のような仕掛けがいろいろしてあるんじゃ。その屋敷が用済みになって寺になったというわけじゃ。その扉はどこにも通じてはおらん。すぐそこで行き止まりになっておるじゃろ。しかしこの寺にはわしも知らない秘密の入り口がたくさん隠されててな、そのいくつかは寺の地下を行き来できる通路になってるんだそうじゃ。なんか面白いですね。
あ、それだけ歴史のある建物というわけじゃよ。もうじき夕食の用意ができるはずじゃ。それまで寺の中を自由に見て回ってよいぞ。まあ地下通路に迷い込んだりせんよ。あまりあちこちに首を突っ込まんようにな。古風で立派なお寺ね。ちょっと見て回りたいわ。行ってきてもいいかしら。あ、チェンジはまだしない。あんな仕掛けがあるなんて、ここ普通の寺じゃないわね。まさか本当に隠し扉があるとはね、ますます怪しいわ。ここは？あ、何もないんだ。マップちょっと見てみるか。あ、こうなってるんだ。結構広いな。よし、じゃあコナン君でまず情報収集していきましょう。お、兵士たち。この寺には秘密がありそうや。俺が調べてきたろうか。あ、チェンジはしない。ほら、コナン、ちょろちょろすんじゃない。寺は俺が調べる。いや、大丈夫です。ここは？劇団ポワロ様、女性用寝室、ただいま外出中。ち。劇団ポワロ様、大専用寝室、ただいま外出中。ここは？気が散る、用がないものを入るべからず。外には出られない。こっちに行くと外に出ちゃうな。この中は？お、誰かいる。あ、和尚さんの言ってた新しいお客さんですね。この人あれだ。スキューバダイビング殺人事件の時の、松崎春美さんだ。夕食の用意、もう少しかかりそうなんです。私、劇団ポワロのメンバーでリエって言います。劇団を代表して夕食の手伝いをしているんです。本当は代表っていうより押し付けられたんですけど、他のみんなは本堂で練習しているんじゃないかな。ありがとう。本堂に行く前に、今度は蘭姉ちゃんでセリフの変化を、見ていきましょう。コナン君もお寺の中見て回りたいでしょ。大丈夫。あんな仕掛けあるんで、ここ普通の寺じゃないわね。合ってないな。結構いいお寺ね。兵士たち。おっさん大丈夫か。ひー、疲れた。お疲れ。こっちへ行くと外へ出ちゃうわね。この先は渡り廊下ね。勝手に入って行っちゃ悪いわよね。コナン君みたいな子供だったらともかく、コナン君だったらいけるのか。次は平時で情報収集していきたいと思います。なんや、自分で調べたそうな顔やな。変わってもええやで。いやいやいや、気疲れた。変わってねえな。こっち行ったら外に出てまうな。ここはコナンたちの部屋やな。俺は紳士やから女の子の部屋には入らんようにして。素晴らしい。お、渡り廊下やんけ。この先に何があるんやろ。ちょっと覗いてみるか。あ、服部でも入れるんだ。うん、本土の方でなんか音がしてるな。どれ？行ってみましょうか。この上は？お、なんや、そこになんかあるみたいやけど、暗くてよう見えんな。なんだろうね。で、こっち？お、回転扉？あ、いや、観音開きだ。ここから寺の前庭に出るのか。もう夜屋敷はやめとこうか。で、なんかやってんな。劇団の連中か。まあ俺には関係ないな。入れないのか。こっち側には何かあるかな。なんもない。戻るか。おっちゃんとチェンジして情報収集だね。別に大したものがあるわけでもないな。見て回りたいなら行っていいぞ。寺の人に迷惑かけないようにな。まだ大丈夫。あー、しんどー。こっちへ行くと外へ出てしまう。ちょっとお父さん、女の子の部屋に入ってきちゃダメですからね。は、はい。もう、スケベなおっちゃんね。こっから先は渡り廊下だな。多分本土の方に続いてるんだろう。まあ勝手に覗くもんじゃないな。コナンみたいなガキじゃあるまいし。行けるのはコナンと服部だけなんだ。で、チェンジできるキャラクターでの探索は一通り終えたので、コナンと交代します。渡り廊下だ。この先に行くと寺の本堂に出るのか。ちょっと探ってみよう。あれ、本堂の方から何か聞こえるぞ。演劇の練習をしているような声だ。さっき平時で行ったからだ。あ、この上に行ってこれを調べないと。なんだ、そこに何かあるみたいだけど、暗くてよく見えないや。まだわかんないんだ。ここから寺の前庭に出るのか。もう夜だし今日はよしとこう。左側は何もないからここだ。あ、劇団の人たちかな。稽古をしてるみたいだ。何か話を聞けるかも。よし。あ、いたいた。犯人はあなたです、二郎さん。怖っ。この人あれだ、奇術愛好家殺人事件の
ドイトーカツキだ。怪盗キッドが変装してたやつ。あなたは冷凍したプリンで被害者を殴り殺し、そのプリンを溶かしてシロップをかけて食べてしまったのです。プリン違うわ、大五郎刑事。それでは密室の中に置かれていたシロップをかけてないプリンの説明がつかないわ。シアニア京太郎さん、あなたよ。なんだって、俺が犯人だってんなら証拠を見せてみろ、工藤優作元木。その水槽に浮いてるプリンが動かない証拠だわ。カッ、うん、悪くないんだけど、もっと追い詰めていく感じが欲しいな。もっと動いた方がいいんじゃないかな。そう、私はこのままでいいと思うけど。あら、僕どうしたの。あ、僕今晩このお寺に泊まらせてもらうことになったの。お姉さんたち劇の練習をしてるの。そうよ、もうすぐ公演があるから今が追い込みなの。よくこのお寺には合宿させてもらってるのよ。見ててもいいけど、あんまり邪魔しないでね。話しかけてくれれば自己紹介ぐらいはするけどね。あの、金田一少年でさ、冷凍リブロースが凶器で、犯人が剣持のおっさんにステーキにして食わせたっていう事件がありましたよね。よし、私はトキコ。私たちは劇団パールのメンバーなの。名前の通りサスペンスやミステリーを中心にやってるの。僕は木戸。まだポアロに入ったばっかだから、いつも殺される役とか犯人役ばっかだね。結構いい役もらってんじゃん。俺は元島だ。この寺の和尚の親戚だ。だからこの寺を合宿に使わせてもらってるんだ。劇の脚本も書いているんだよ。へー。坊や、勝手にカメラをいじっちゃダメだよ。このビデオカメラで何してるの？映画撮ってるの？違うよ、これでみんなの演技を録画しておいて後で見てチェックするのさ。僕らの劇団は最近自主制作の映画にも出演したんだよ。僕は学生時代に映画研究会に入っていたから、そのつてでね、なんか昔のこと思い出しちゃってさ、またカメラをいじり出したんだ。こうやってビデオカメラをいじるのも楽しいよ。僕は板や。こんなキャラクターなもんで、大体やるのはドジでノロマでユーモラスな役だな。お、はるみさん、みんな夕食ができたよ。和尚さんが大広間でいらっしゃいって。あら、新しいお客様一緒ね。僕もご飯にしましょう。大広間、あ、来た来た、コナン君。どこ行ってたのよ。もう蘭姉ちゃん、この人たち劇団の人だって。え、劇団ってじゃあ一緒に泊まってるっていう。どんなお芝居をしているんですか。そんな有名な劇団じゃないのよ。サスペンスとかミステリーが好きな仲間が集まってやってる小劇団でね、今度プリン殺人事件で劇をやるんです。タイトルがネタバレ。プリン殺人事件、面白そう。今までどんな劇をやってきたんですか。猫神家の人々とか、そしてみんな現れたとか、怖いの悲劇とか。あー、これ上から犬神家の人々、そして誰もいなくなった Y の悲劇かな。ご覧になったことはないでしょうけど、すいません、一つも見てないわ。ふふ、でしょうね。でも最近みんなで自主制作の映画にも出たの。ああ、僕の大学時代の友人が自主映画を作るんで、役者がいないから出演してくれって言われてね、劇団のみんなで出演したんだ。先週この寺で上映会も開いたのよ。もしよかったらお見せしましょうか。ええ、ぜひ。おいおい、そんな暇ないだろう。練習の時間もそんなにないんだから、気を引き締めてくれよ。そうね。ごめんなさい。今度公演がある時に案内状を送りますから、見に来てください。ええ。ぜひ見に来てくださいね。はい。案内状忘れないでくださいね。ところでコナン君、こちら菊村さんご夫妻、ご主人の春夫さんと奥様の吉江さんよ。よろしく、菊村春夫です。あれ、この人あれだよ、強盗犯人入院事件の関口さんだ。娘さんが由美子さんって言ったはず。よろしく、菊村吉江よ。あー、あれだ、藪内家の人だ。追い詰められた名探偵連続二大殺人事件ってのがあって、その相手を殺害しようとした時にブラジリアン柔術の技を使われて返り討ちにあって、死体を隠すために井戸に放り込まれた人だ。吉江さんは和尚さんの娘さんなんですって。ずっと東京で暮らしていたんだけどね、久しぶりに生まれた家に戻ってきたってわけ。いやー、立派な寺なんで驚きましたよ。自然が多くていいところだ。こんな山くべなだけよ、光栄ヤンキーじゃん。このボロい寺もうんざりだわ。あのさ、いろんな人がいる中でそういう空気が悪くなるようなことを言うなよ。
元島さんも和尚さんの親戚だって言ってたよね。そうなんですか？孫なんです。僕ら貧乏な劇団にとってはこの寺貴重な練習場でありがたいですよ。あ、和尚様がいらしたわ。あ、この寺がこんなに賑やかなのは久しぶりじゃな。客人が多いということはいいことじゃ。じゃあ皆さんそろそろ夕食にしましょうか。お、1日目午後7時20分。食べ終わったのか。さてと食事も終わったことだし、これからが本番ってとこね。お姉ちゃんこのお寺にいるのかな。散歩するふりしながらみんなで手分けして探してみようよ。そうね。私が探してみようか。まだチェンジはしない。お姉ちゃん本当にこのお寺にいるのかな。相原さん、いろいろと興味深いお寺よね。何か隠していると思うわよ、きっと。で、ちょっとプロフィール見てみましょう。この2人は見たからここからだ。住職住職って名前ルイコーチの住職。お寺の仕事を一人で全て賄っている。毎晩8時に鐘を鳴らす。鈴木理恵、劇団ポワロの劇団に途中から参加したので昔の人間関係については知らない。板谷典之、劇団ポワロの劇団員、オーディオに詳しく映画オタク、映写機も持っている。元島裕二、劇団ポワロの劇団員、脚本に監督も担当しているなかなかのプレイボーイ。上村時子、劇団ポワロの劇団員、男っぽくてガサツなイメージだが実はお嬢様らしい。木戸修一、劇団ポワロの劇団員、まだ劇団に入って日が浅いため犯人役などを担当。菊村春夫、吉江の夫、事業に失敗してから気弱になり妻の尻に敷かれているらしい。菊村義恵、住職の実の娘、派手好きで気が強い、現在金に困っているらしい。あ、これで終わりだね。おし、じゃあまたコナンから情報収集していきますか。なんだ、やっぱりこの名探偵の手を借りたいか。そうだろそうだろ、まあ俺に任せておくがいい。結構です。よう名探偵ギブアップか。俺に任せたらすぐ解決したんでまだ大丈夫。こっちはお寺の勝手口だな。今夜は寺の中を調べてみよう。この中は、おいたいた。まったくみんな食べ散らかして、なんだって私が片付けなきゃなんないのよ。あのリエって子にやらせればいいのに。ブツブツ、まあそう言うなよ。みんなでやろうよ。お、おむすびマン、もう夜も遅い。ここから先の本堂は夜間は出入り禁止じゃ。お、女性の寝室か。さっきそこの廊下の角にキラリと光るものが落ちてたような気がしたけど、落とし物かな。拾っておいてあげた方がいいかもね。今まで私たちの劇団にもいろいろあってね、長く続けていくのは難しいものよ。私はこの劇団が気に入ってるんでこのまま続けたいけど。ここは男用の寝室か。こういう古い寺には隠された財宝とかありそうだと思わない？本当にあるなら探してみたいよね。みんなで一緒になって何かを作り上げるのって楽しそうじゃない？そう思って劇団に入ったんだよ。お、ここは脚本家兼監督の部屋か。これ映写機か。あ、ダメだよ勝手にいじっちゃ。その映写機で後で映画をチェックするんだから。今後この部屋には入らないでもらえるかな。すいません、いやまだあなたに話しかけてないんだけど。つまりこれスクリーン。あ、そのスクリーン借り物なんだから触って汚したりしちゃダメだよ。今後この部屋に入らないでもらえるかな。ちょっと待て待て待て、あんたにまだ話しかけてねえんだよ。勝手に追い出すな。困るな、勝手に入ってきちゃ。僕は今劇の脚本を書いているんだ。邪魔しないでくれ。今後この部屋には入らないでもらえるかな。追い出されちった。脚本執筆中、絶対に入るな。脚本家ってさ、大体この中に殺人者がいるだと、そんな奴らと一緒にいられるかって言って真っ先に部屋に帰って死ぬようなタイプですよね。コナンでの探索が終わったから次はラン姉ちゃんだ。私が探してみようか。チェンジ。オッケー。こんな夜中に女の子が一人でうろうろするのもね、コナン君に調べてもらった方がいいかな。おいおい、小さな子供が夜中に歩き回るのはいいのかよ。本当だよ。ま、俺は違うけどな。お姉ちゃん本当にこのお寺にいるのかな。灰原さん何も言わねえな。お父さん、あー、食った食った食ったら眠くなってきたぞ。むにゃむにゃ、わかる。なんや、事件らしい事件もないな。おもろい事件があるんちゃうかと思ってついてきたのに期待外れやな。なんて不謹慎なんだ。
ペラの勝手口ね、もう夜だし表に出るのはちょっとね。お、あら、イヤリング。これってもしかして里見さんのミキに見せてみなくちゃ。ミキさんに見せちゃうと話が進んでしまうので、まだ平次おっちゃんが拾った時のセリフの変化も見たいですし、やっぱり最後はねコナン君で進めていきたいので、でランでの情報収集が終わったので次は平次ですね。よし、俺タッチや、お前の名推理を期待してんで。まだまだ、あー食った食った食ったら眠くなって、むにゃむにゃ変わってないね。寺の勝手口やな。まあこんな夜に表に出ても何も見つからんやろ。こんな夜に女の子の部屋に入ろうなんて何考えてるの。じゃあイヤリングを拾いに行くか。はい。うん。イヤリングが落ちてる。もしかしたらその里見っちゅう女の子のもんかもしれへんな。おもろなってきたで。ミキさんに見せとこうか。お、会話の変化あった。何？イヤリングが落ちてた。そうや、ほらもしかしたら里見さんのかもしれへんやろ。ミキさんに見せに行こう思うてな。でも夜に女の子の部屋に行くのもなんやし、お前やったら紳士だもんね。わかった、ミキさんに見せてくる。平次での情報収集終わったので次は小五郎ですね。平次は変わってなかったので、コナン、俺は疲れたぜ。コナン、お前が探せ、まだ交代は早い。寺の勝手口か、別に面白いものがあるでもなさそうだな。お、これはイヤリング。ひょっとするとこのイヤリングは里見さんのものかも。ミキさんに確認してもらわねばな。え、イヤリングが落ちてたの。どうだ、ミキさんに見せようかと思ったんだが、ランに部屋から叩き出されてしまう。お前これをミキさんに見てもらってくれ。里見さんのものだとしたらやはり里見さんはこの寺に来たことになる。わかった、ミキお姉ちゃんに見せてくるよ。よし、では最後はコナン君で進めていきましょう。あれ、イヤリング、もしかしたら里見さんの。ミキさんに見せてみよう。見せる前にこの二人、イヤリングが重要な手がかりだぞ。早くミキさんに見てもらえ。平次、そのイヤリング早くミキさんに見てもらえ。このイヤリング早くミキに見せた方がいいわ。よし、これお姉ちゃんのイヤリングどこにあったの。それじゃあ里見さんやっぱりこのお寺に。私これを持って行ってお姉ちゃんの姿を見ていないか和尚さんに聞いてくる。ミキお姉ちゃん、そんなことをしたら僕たちが里見お姉さんを探しに来たってバレちゃうよ。そうよミキ、焦っちゃいけないわ。明日も口実を作ってこの寺に座って情報を集めるっていうのはどうかな。悪質。そうね、それがいいわ。そうね、今夜はみんな疲れてるだろうし、もう寝ましょう。本格的な調査は明日にして。うん。あのマークを気にしていた里見さんが同じマークを持った寺に来た後行方不明になった。この寺にきっと何かある。お、1日目午後11時30分。あのイヤリングが落ちていたということは、里見さんがこの寺に来たということ、そしてその行方不明になったってことは、この寺のどこかで監禁されている可能性が高い。話飛んだな。手遅れになる前に見つけ出さないといけないな。これだから毎回殺人事件に遭遇するやつはすぐそういう発想になる。みんな気持ちよさそうに寝てるな。よし、今のうちに予倍だな。失礼しました、みんなを起こしちゃうな。開けるのはやめとこう。寝顔見れるじゃん。すーすー、この状態で灰原が起きたら殺されるな。すーすー、お姉ちゃんどこに。可愛いですね。すやすや、コナン君一番興奮する寝顔じゃないの。寝ている場合じゃない。エイジ、アホかムニャムニャ、カズハの夢でも見てんのかな。うおー、スピーお嬢さん、この名探偵毛利小五郎に。こっちに行くと外に出てしまう。大広間か、夜だから誰もいない。こっちに行くと和尚さんに見つかるか。それはまずいな。で、こんな夜中に入るわけにはいかない。多分どの部屋も同じだろうね。お、やべ、人が来た。お、なんだ、こっち来てんじゃん。見つかる。え、
おかしい、確かこの辺だったと。いや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 、なぜ見つからないんだ。ふう、危ないところだった。今のは確か劇団にいた気取って人みたいだけど。あれ、ここの壁なんか変だぞ。うわ、あ、こんなところに隠し扉があったのか。元は忍者屋敷とか言ってたけど、いやいやいや、忍者屋敷じゃなくて武士屋敷だろ。里美さんはこういう秘密の部屋に閉じ込められているのかも。この通路の、まあ、奥まで続いているみたいだな。もしかすると。よし、行ってみよう。あー、この先か。あ、新しいとこに出たな。お、誰かいるじゃないか。突然臆病風に吹かれたってわけ。そうじゃない。冷静に考えればわかることだろ。なんだ、和尚さんの娘夫婦と劇団の元島って人だな。何言ってんの、あの娘をこのまま返すわけにはいかないのよ。だからってリスクが大きすぎる。確かに俺だって金は欲しい。でもそのために人殺しに加担するのはごめんだ。あの子綺麗だもんね。プレイボーイの血が騒ぎ出したってわけ。そんなんじゃない。まあまあ、仲間らやめよう。きっといい方法が。ここまで来たら引き返すわけにはいかないわ。やるしかないのよ。どうしてもやるんなら、あんたらだけでやればいい。それでそのことをネタに私たちを脅して金を横取りするつもり？どう取っていただいても結構。なんなら警察に行って洗いざらい話してやったっていいしな。女好きもいいけど、時と場合をわきまえなさい。まあまあ、仲間あれはやめて。うるさいわね。大体あんたはどっちの味方なのよ。私はもちろんお前の味方だよ。2対1ってわけね。どうかな、じいさんがなんて言うか。こいつら、あ、え、しまった。誰？しまった、聞かれた。逃げろ。ち、逃げられたわ。誰かしら。もう一刻の猶予もないわ。早く手を打たないと。和尚さんもグルだったわけか。あ、二日目になったね。じゃあ、キレもいいので、ここまでにして、次回は事件解決までやっていきます。はい、じゃあ今日も最後までご視聴していただき誠にありがとうございました。心より感謝いたします。ちょっとでも見やすかったよ、役に立ったよという方は高評価、コメントの方もしていただけたら嬉しいです。そしてチャンネル登録も少しでもしてもいいかなと思っていただけたらよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。バイバイ。